飛び立て留学ジャパン新日本代表プログラム大学生と対象第16期オンライン説明ご覧いただき誠にありがとうございます。飛び立てのプログラム概要につきましては、分かりやすい動画をホームページに上げておりますので、そちらをご覧になった上でこちらの解説を聞いていただければと思います。こちらの動画ではご覧になっていただいている5つの点に関してご説明をさせていただきたいと思います。は、飛び立て留学ジャパン新日本代表プログラムの概要につきましてご説明をさせていただきたいと思います。飛び立て留学ジャパン第2ステージにおきましては、以下の3つの事業を行っていく予定ですけれども、今回皆様にご応募いただくのは真ん中に記載のある新日本代表プログラム給付型の奨学金になります。プログラムの特徴は、税金ではなく幅広い産業界、企業、団体、個人の皆様から寄付をいただいて成り立っているというところが大きな特徴になっています。この寄付で成り立っているからこそ、後ほどご説明をする飛び立てならではの特徴的な人材育成を実施することが可能になっています。代表プログラムの全体像ですけれども、真ん中に留学がありますが、その前後で事前研修、事後研修を実施することはもちろん、帰ってきた後にコミュニティ活動があるのが大きな特徴になっています。この一連のプロセスを通じて、日本の未来を作るグローバルリーダーを輩出する新たな枠組みを作っています。その核となる経済的な支援ですが、充実した奨学金を採用した皆様に給付型で提供をしています。月額で渡航先により12万円または16万円となりますが、月数が増える方が金額が多くなるというような形になっております。経済的な支援にとどまらず、日本代表プログラムには様々な特徴があります。これから1番から7番までご説明をさせていただきたいと思います。1つ目の多様な留学を支援するというところで、コースを複数設けています。イノベーターコースで50名、スティームコースで100名、ダイバーシティコースで100名という形になります。それぞれのコースはご覧になっていただいた内容になりますが、イノベーターコースは0を1にするような挑戦的な留学計画、スティームコースはステム分野における留学計画、ダイバーシティコースは多様な領域の留学を支援をいたします。続いて、応募するコースの決め方ですけれども、留学テーマの分野かあり方で決めてください。留学計画の分野がステム分野の場合にはスティームコース、上記以外の場合にはダイバーシティコースを選択してください。留学の分野ではなく、留学後もイノベーターとして挑戦していきたいという学生の皆さん、そしてその皆さんのチャレンジ精神あふれる新規性、未来性のある留学計画を支援するのがイノベーターコースになっています。また、上記2つのコースとイノベーターコース、選考において選考委員が多少違います。スティームコース、ダイバーシティコースにつきましては、支援企業の人事担当者の方々にやっていただく予定ですけれども、イノベーターコースにつきましては、ご本人がイノベーターもしくはアントレプレーナーの方々に審査をしていただく予定になっております。の特徴になりますが、幅広い留学を支援をしています。学生が自ら立案作成した留学計画であったり、実践活動が含まれる留学計画、実践活動というのは、座学にとどまらず、社会と接してですね、社会からフィードバックをもらうような海外インターンであったり、ボランティアだったり、フィールドワーク、そういったものを指します。また、在籍大学等が教育上有益な学習と認める計画である必要がありますけれども、単位や学位認定の必要はありません。続いての特徴として、事前事後研修の実施があります。飛び立て生全員がこの事前研修、事後研修に参加することで、事前研修では留学の目的を明確化にし、事後研修では留学の経験を棚卸しして、次のステップにつなげていただくということはもちろん、この事前研修と事後研修で様々な飛び立て生と接することで、飛び立てのコミュニティを作っていく、そういった機会にもなっています。そのコミュニティが今では飛び立ての留学支援と並んで大きな特徴になってきていますけれども、飛び立て生同士のつながりだけではなくて、様々なステークホルダーとのつながりを生かして、プロジェクトが生み出されてきています。コミュニティ活動の事例としては、同窓会であるとか、イベントの開催、また、新企業とのアイデアソンなども開催をされてきています。
にもエヴァンジェリスト活動であったり、進路先別であったり、交流会をいろいろな切り口で開催をしています。これまで飛び立ての特徴をご説明をさせていただきましたが、我々としては飛び立て生の皆さんにこの3つの役割を期待しています。留学を通じて最大限に成長し、将来グローバルリーダーとして活躍していただくこと、また留学中はアンバサダーとして日本の良さを発信しつつ、世界のユースリーダーとつながってきてもらいたいと思っています。最後に、帰国後はエヴァンジェリスト、伝道師として、留学の価値を自分の中だけに留めるのではなく、周りの人たちに伝えていってほしいと思っています。アンバサダーのイメージですけれども、世界中のユースリーダーとつながり、人脈を構築してきてもらいたいと思っています。こちらの写真がこれまでの事例になりますけれども、さまざまな企画を実施をして世界の人たちとつながってきています。エヴァンジェリスト活動に関しては、全国各地で留学の良さを広めるイベントを開催をしてきてくれています。事例としては、こういった形でメディアに掲載をいただいたり、留学大図鑑に投稿いただいたり、ノートやさまざま各種 SNS で情報を発信してもらっています。また、大学では遅いということで、高校の現場に赴いて説明会を開催してくれた先輩方もいたりもしました。最後の特徴になりますけれども、大学1年生から参加ができる仕組みを整えておりますので、今、高校3年生の皆さんもですね、今回応募できる、大学1年生の夏に留学をできる仕組みもありますので、ぜひチャレンジしてみてください。続いて、応募と選考についてご説明させていただきたいと思います。第16期の募集スケジュールにつきましては、一番重要なのは赤字で書いてある締め切り日になります。こちらの2月28日というのは、在籍大学から我々の事務局への応募の締め切り日になっておりまして、皆さんが在籍大学に応募する締め切り日はそれぞれの学校によって異なりますので、まず皆さんにやっていただきたいのは、ご自身の所属されている大学等の留学担当課窓口に自分の学校の締め切り日がいつなのかということを確認をいただければと思います。1年生枠につきましては、こちらのスケジュールで進めていくことになります。応募書類につきましては、基本的にオンラインで申請をいただけますけれども、オンラインが12月にオープンする予定になっておりますので、それまではこちらの項目をですね、書けるように準備をしておいていただければと思います。提出書類につきましては、ご覧の通りになりますが、イノベーターと大学1年生枠につきましては、実績についての資料を添付することができるというところが違いになっております。申請の流れにつきましては、それぞれこちらはオンラインがオープンした後は、すべてオンライン上で完結できるような形になっていますけれども、まず学生の皆様にやっていただきたいのは、先ほど申し上げましたけれども、在籍の学校等に締め切り日を確認をしてください。その上でアカウントを登録するための学校番号、正式な学校名等をですね、確認をしていただければ、その後は書類の申請であったり、また修正をですね、オンライン上で完結し、最終的には在籍の学校等から事務局に申請をしていただくと、そういう流れになります。続きまして、選考における説明をしたいと思いますけれども、審査の観点につきましては、従来通り計画とそれを実行する人物面での評価という形になります。計画については書面審査で大学教員等の学識経験者の皆様に見ていただきます。人物に関しましては、書面審査、面接審査で支援企業の人事担当者等に見ていただきます。先ほどもご説明しましたが、イノベーターコースに関しては、こちらの人物評価をイノベーターもしくはアントレプレナーの皆さんにやっていただくという形になります。そして審査全体としては、より人物面を重視した評価を行っております。で、計画面と人物面の募集要項の内容の確認となります。留学計画の要件につきましては、こちらに記載の6点になります。留学計画は28日以上1年以内、また実践活動が含まれている計画など必要な要件がございますので、こちらの方を確認をしてください。また、飛び立ての特徴でもある実践活動の組み込み方ですけれども、1、2、3と事例がありますけれども、どれが有利不利ということはございませんので、ご自身の留学の目的に合った形で実践活動を組み込んでいただければと思います。
また留学期間につきましては、渡航日、出国日ではなく、実際の活動が開始された開始日と終了日が留学期間の長さになります。続きまして、人物面のご説明をさせていただきたいと思います。求める人物像としては、従来通り情熱、好奇心、独自性、この3つを重視した選考の方を行います。派遣留学生の要件につきましては、こちら1から11の要素がございますので、確認の上ご応募いただければと思います。イノベーターコースと大学1年生枠の計画と人物面の観点につきましては、イノベーターコースは社会において何が挑戦的なのか、大学1年生枠においては、1年生でなぜ留学したいのかというところをアピールできるようにしておいてください。で、FAQ になります。懸念がある場合には、募集要項やこちらのホームページ等を確認いただいた上で、1、2でも解決できない場合には、事務局への直接の問い合わせはできない形になっておりますので、在籍大学等の担当者にご相談をしてみてください。飛び立てではどの国にも行くことができるのかという質問をいただきますけれども、受け入れ機関の所在地が外務省の海外安全ホームページにおいてレベル2以上の場合には、留学をすることができませんのでご注意ください。オンライン留学は支援の対象ですかということですが、コロナ禍においてはイレギュラーな対応としてそちらを認めておりましたけれども、今現段階ではオンラインでの留学は支援の対象外となっております。留学を経験した飛び立て生のご紹介や指導をいただけますかというご質問ですけれども、直接的に事務局が皆様に留学計画の指導をすることはできませんが、先輩方が体験談を語っている YouTube であったり、ノートであったり、また留学大図鑑を参考にしていただければと思います。また、年末に向けて先輩方のオンライン相談会というものも企画をしておりますので、そちらもご案内させていただければと思います。で、留学計画の作り方についてご説明をさせていただきたいと思います。留学のプランに求められる要素としては、1から5番まで考えていますけれども、この5つのポイントをですね、しっかりと盛り込んだ上で、留学計画の作成に臨んでみてください。留学計画、こちらが青い線だとなかなか飛び立て留学ジャパンに合格するのは難しいかなと。大学にある留学計画があるので留学をしたいということだけではなくて、なぜ飛び立て留学なのか、またその先どういうキャリアに生かしたいのか、またその計画がどう社会にインパクトを与えるのかというですね、右側の赤い線、そこら辺まで深掘って考えてみてください。実際の留学計画を書く際には、こちらのシンプルな図をですね、埋めていただければ留学計画の骨子は作れるかなと思います。まずは左下の今自分の軸だったり強み、また関心が何なのかということを明らかにしていただいた上で、その次に右上の将来の目標であったり夢であったり、また興味があることを書いてみてください。そうすると現段階と将来の間に必ず格差が生まれてきます。そこのギャップを埋めるために、どんな経験だったりスキルだったり人脈が必要なのかということを右下に書き込んでみてください。この右下に書き込まれた要素を得るために、どういう留学をしたらいいのかということを左上に書き込んでみる。そういう流れで、留学計画をプランしていただければと思います。留学計画を作る上で、ご自身だけで考えるのではなくて、様々な人たちに相談をしながら作っていただければと思いますが、まず一つの相談の窓口としては、在籍の大学等にご相談をするというのがあるかなと思います。また教職員の皆様にも協力を依頼するという先輩方もたくさんいます。また留学期間だけではなくてですね、キャリアセンターであったり就職課などに相談する方もいらっしゃいますし、また学生団体等が実践活動を提供することもありますので、そういったところも活用してみてください。理系の学生の皆様は研究室だったり、研究室の先生だったり、そういった方々のネットワークを活用させていただいているケースもありますし、企業等が提供する実践活動も活用していることもいらっしゃいます。最後に、留学計画については学生の皆さんが自由に作ることができるものになっておりますけれども、なかなか予定通りいかないこともあります。その時のために留学計画の変更申請というものがございます。
計画が変更になったとしても、原則的にはこの再審査というものを行って、当初の予定と同じようなレベル感であれば、計画をまあ変更できるという仕組みを設けていますので、安心してご応募いただければと思います。また、よくある質問に、実践活動先の受け入れ先が応募時に見つかっていないといけないのかという質問もありますけれども、基本的には留学後に実践活動先、受け入れ先を見つけることも可能になっておりますので、確認の方をしておいてください。最後に参考情報となりますが、1900人の飛び立て生の先輩方が留学の体験談を書いてくれているこちらの留学大図鑑、多くの応募を検討されている方々がこれまでも利用して、また役立てていただいたサイトになりますので、自分の興味があるキーワードで留学体験談を検索することができますので、ぜひこちら活用した上で、留学計画の作成に参考にしてください。それ以外にも、飛び立て留学ジャパンでは、いくつかの SNS で情報を発信していますので、まあ、それぞれフォローした上で、必要な情報を入手をして、留学計画を実現をさせていただければと思います。それでは皆さんのご応募をお待ちしております。